クアラルンプール空港の乗り換え方法について案内したいと思います。今回はエアアジアを利用したので KLIA2 というターミナルです。去年の5月か4月より新しいターミナルになったらしくて、めっちゃ綺麗ですね。クアラルンプールとは思えない、こんな感じです。国際線で日本から到着した場合はトランスファーという看板を目指して、そのまま人の流れに沿って進んでください。今回は国際線乗り継ぎなので、こちらインターナショナルトランスファーという看板を右手に曲がります。エアアジアの国際線乗り継ぎではフライスルーといって、マレーシアに入国せずそのままこちらのカウンターを通って飛行機を乗り継ぐことができます。はい、ちなみにエアアジアでは日本で預けた預け荷物ですね、そちらは直接目的地に到着するので、こちらで一回ピックすることはありません。はい、その後セキュリティチェックを抜け、乗り換え手続きは完了となります。あとは免税店なんかを見ながら自分の搭乗ゲートへ向かいます。ターミナルは広いので早めに一応行動しましょう。ということでクアラルンプールでした。